交通バス路線バス、中部地方の乗り合いバス事業者豊鉄バス豊鉄、バス豊橋営業所豊鉄バス豊橋営業所は、愛知県豊橋市、上田町にある豊鉄バスの営業所である。高速バスと豊橋市内のほとんどの路線を担当している。隣接する車庫は、上田車庫とも呼ばれ、最寄り停留所名も、上田車庫前である。鉄道直営時代の名称は、 南自動車営業所、後に自動車営業所だった。豊橋市内を走行する路線のうち新城、営業所管内の豊橋は脱字線、豊川線、新豊川線と厚見営業所管内の伊良湖本線を除くすべての路線を管轄する。ただ、牛川カナダ線と飯村岩崎線の一部便は新城営業所によって運行される。ターミナルから離れているが、 当社を奇襲点とする一般系統は設定されていないため、比較的近い豊橋ハートセンター、西高市、浜道などを奇襲点とする系統で入出庫するほか、豊橋駅前から改装する場合も多い。藤沢町停留所付近を走行する中浜、大崎線豊橋駅前で発車を待つ三本木線、豊橋駅前と、市南部にある豊橋技術科学大学。 福島病院を結ぶ路線である。もともと、豊橋駅と細谷東とを結ぶ細谷線だったが、2006年10月1日に、議課大細谷東間が休止され、残った区間は、豊橋議課大線に変更された。豊橋駅前で発車を待つ牛川カナダ線豊橋駅前で発車を待つ飯村岩崎線。豊橋営業所管轄だが一部便は、 新城営業所所属の車両で運行される。豊橋駅前で発車を待つ豊橋市民病院線いずれも豊橋南プラザ乗り入れは昼間のみ。新宿豊橋線この国号。ありがとうございます。